あ、なんなら試合の方が緊張しないっすね。試合の方が緊張しない。こっちでいい？いいよ、ここでいいよ。もう回ってるよ。回ってる？うん。あ、おはようございます。はい。連れてきました。一人目。一人目。はい。見てください、この背中。はい。もう6年生とは思えないでしょ。はい。頼もしい。頼もしいでしょ。18番。18番。さあ、どこのチームでしょう。はい。私の方からでいいですか。はい。千原台 SC の、はい、ゴールキーパーの選手。あ、ゴールキーパーね。そうなんですよ。でもね、さっきのゲーム見て思ったんですけど、はい、クロスボールの対応と、はい、基礎技術の高さめちゃめちゃ高くて、うん、で注目して、はい、呼んだら、本人顔出し NG とかって言ってるんですけど、はい、出します。はい。はい。じゃあお名前入ってこの感じはい、じゃあはい、もう6年生になると照れてくるんで。そうだよね、はい、大人ですからね、はい、じゃあはい、カメラの方見てお名前をお願いします。片岡隼人です。片岡隼人くん、名前面白いじゃん。誰と嘘らしいわかんない僕顔出し NG なんで。そうかそうか、こっち顔出し NG だけど、うん、こっちは大丈夫。本当に俺もね、顔出し NG なの、うん、同じだね。じゃあ、隼人くんは、はい、千原大です。SC です。じゃあ千葉県のね、市原の方でね、うん、市原のねチームね。そうだね、うん、見て試合中あんな声出して、はい、ってやってんのにカメラ向けたらこれこれ可愛らしい。意外なシャイボーイですな、はい、君は隼人君はジュニアエースはどちらの方に。中学は行っていいんですか。だって決まってるんでしょ。あ、すごいちっちゃいじゃん。なんて言って言って、ラルクベールです。おお、ラルクベル千葉。じゃあ活躍する ね、これはね。そうですね。やっても多分 B です。3B です。そんなことないよ。今からそんなこと言ってたらまだ分からんですから。ね。まあ、今回、飛び蹴りの卒業記念大会で、普段からワンデーの大会とかも来てもらってる。ああ、じゃあ何度か会ったことあるの。何度か、もう結構知ってる子たちが、はい、ちょっと見てください。保護者の方たち、これさすがに顔出せないけど、うん、めっちゃ面白い。そうで、子供たちも俺もって言うんだけど、うん、一番の本人が、恥ずかしがってるっていう。なるほどね。そう、で太鼓は出れないんで、ね、逆にね。まあ、今回卒業記念ということで、これはコーチたち見てないから、ぜひカメラを通してちょっと伝えてほしいことがあるんだけど、うん、はい、まあ、ほら何年間千原台 SC でやってきました。6年間。ちょっとほら、はい、よ、6年間。もう肩組んでさ、そう、そうやってやっとけば動かないんで、ね、慣れ慣れしいってコメントでなるかもしれない。あいつ慣れ慣れしくない、うん、いつものことなんで。ね、千原台で6年間過ごしたっていうところで、はい、コーチにじゃあ一言入れるか。ね。あ、いいですね。カメラを通して。はい、うん、コーチ知らないんで、今見てないんだから。はい。ね。はい、また、はい。一番感謝してるのは、あれで、今日来てないんですけど、村上コーチです。村上コーチ見てますかね。ね、村上コーチ見てほしい。うん、見てほしい、ね。何が、そのなんか、印象の、なんかあるさ、エピソードとかないの、その村上って。あ、あります。もともと、SC に入った時に、うん、ちょ、なんか、キーパーやらされて、はい、ちょっと待って、やらされて。けど、そっからスタートね、うんうんうん、で、そっからなんか、いっぱいなんか、うまい子のシュート止めて、うん、今はジェフにいる子で、うん、うん、で、そっからキーパーやらされて、やらしてくれて、うん、まあ、キーパーここまで。ああ、村上コーチがここまで導いたということですね。ああ、キーパーとしての。うん、そうですか。けど、基礎技術高くて、うん、クロスボールあれだけ綺麗に対応できるのびっくりする。うん、なるほど、うん。その映像、本当はね、残しておきたかったけど、うん、いや、本当にね、隼人君のそのクロスボールの対応とか、すごくね、ジュニアエースになったら、これまた大きくなるから。そう、それも、キーパー、それも重要なんで。どうですか？今、身長的にはどうですか？同じぐらい。今ね、ホタグのがちょっと大きいから、ね、いくつ？160コーチ4ぐらい。ああ、じゃあ55とか。これ174で止まる？止まる？え、何？いや、わからんよ。で止まる？じゃあ親の、うん、親と計算して。あ、計算があると。計算してる。174で止まると。じゃあ174で止まるかどうかをちょっと検証しよう。数年後。それはもうす、整体行って引っ張ってもらってください。174までいかなかったら、もう骨でも何でも伸ばすしかないからな、うん。伸ばしましょう、うん。計算があると。174。面白いね。うん、楽しみです、ね。キャラクターがあるね、やっぱり。まあ、ラルク行きましょう。ね、ラルクベル追いかけますから。はい、もう一度名前をお願いします。はい。ダメです。もう一回お願いします。はい。そんなのラルクベルに受け付けられない。ちょっと、はい。確かに、そらそう。片岡隼人です。はい。千原台 SC、片岡隼人君。片岡隼人選手、ありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録者数チャンネル登録者数ですか？現在5240人。これが増えてるかもしれない。よくそんな刻んで知ってるね。はい、もう毎日のように見てるからね。あ、本当？登録してないでしょ。してくれるよ、それは。いや、出るんだ。うちの人はしてるよね。出るやん。多分してるよね。知ってくれてたはず。はい。これでしてくれなかったら俺はもうカットしないんで。カットしないから、はい、もうこれもそのままいくからね。
片岡君頑張ってください。引き続き。はい、ありがとうございました。じゃあ向こう向いて。はい。はい、2人目です。はい、2人目です。はい。新しいでしょ、この座ってやる感じ。うん、はい。新しいね。見て、面接みたいになっちゃった。はい。はい、わかりやすい、このね。荻野さん。ナンバー4。はい、ナンバー4。荻野サッカークラブです。はい。神奈川県の厚木から、今回、飛び切り卒業記念大会。参加していただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、さっきね。いや、待って、自己紹介をお願いします。あ、失礼しました。おなじみ。あ、こっち向けないんだ。こっち向けないんだ、全然。うん、はい。堀田です。はい。お願いします。はい。千葉県から来ました。全然向けないじゃん、カメラ。あ、すいません。すいません。主役ははい。大きなの4番ということで、はい、やりましたけど、キックの精度がすごかったんでね。うん、ちょっと魅力的で、どこに行くのっていう話をしたら、はい。っていう聞いたことあるぞっていうチームジニエース、はいはい、住まれたことで、どちらに、どちらへ、ベルマーレのウエストです。ベルマーレのウエストということで、うん、また会うかもね。また会うと思います、うん、はい、ね、湘南ベルマーレウエストということで、ポジションはどこですか。ハーフか、うん、右サイドハーフ。なるほど、うん、中盤で僕と同じじゃないですか。なんで自分の土壌に前からどうでもいい持ってこうとするの。いやいや、なんかやっぱり親近感湧いちゃうじゃん。同じポジションだと。フォワードじゃん、うん、もっとね。あ、もっとね、はいはい、そう、いや本当に魅力的な選手で、うん、結構細いでしょ体、うんうんうん、ね、だけどしなやかなキックするんですわ。あ、しそうだもんね。しそう、柔らかそう。ありがとうございます。うん、あ、違うか、硬そうなおじさんと、うんうん、いや本当すごいね、いい選手だったので呼ばせていただきました、はい、でちょうどコーチたち今呼んでないんだけど、はい、ちょっと卒業記念大会ということで、まあ感謝の気持ちをぜひカメラに伝えてもらいたいなというところで、うん、誰にしようか。コーチでもいいし、お家の方でもいいし、もちろんチームメイトでもいいし、はい、選んでください、ぜひちょっとカメラにその思いを、丈をぶつけていただければと思います。コーチで。コーチ、ね、コーチで、はい、はい、ありがとうございます。誰コーチですか。誰コーチ。おしじコーチです。おしじコーチ。おしじコーチ。おしじ。コーチ。はい。こうね。はい。おしじコーチ。はい。聞いててください。見てくれてるかな、おしじ。え、今日一緒に来てる。はい。そりゃそうよね。うん、じゃあ見てくれるわ。内緒だからね。内緒です。おしじコーチに言わないで、俺、感謝の気持ち伝えたからね、とかって言わなくていい。はい、うん。このね、動画を通して伝えましょう。どうぞ。はい。3年間ぐらいの短い間だったけど、うん、たくさんのことを教えてくれてありがとうございました。泣けてくるんだよ。え、泣いてないけど。だから寄るなって、そういうのは。そういうのは諦めたのに。コシジコーチ。嬉しいわな、これは。嬉しいね。ごめんね、お名前は。はい。岩崎海輝です。岩崎海輝です。岩崎海輝くん。かっこいいね、名前。いやー、海輝選手が言ってますよ、コシジコーチ。ね、情熱注いだ選手が。なるほどね。生まれに育って。最後感謝の言葉を投げる、素晴らしいです、うん、将来が楽しみです、ね、将来楽しみです。じゃあぜひちょっと立って、はい、ちょっと握手させていただいても嬉しいですか、はい、握手じゃあ、はい、握手ってあれでしょ、チャンネル登録お願いしてもよろしいですか、はい、チャンネル登録がこれ今締結されました。チャンネル登録が、1名登録締結されましたので、うん、ぜひ登録お願いします。はい優しい。よかったね。はい、ありがとうございました。はい、海輝選手でした。ありがとうございました。またね、バイバイ。ありがとう。はい、もう回してます。緊張するよね。座ったら、はい、え、座った方がいいんじゃない。座りましょう、うん、座りましょう。またなんだ、はい、座談、はい、どうも、堀田の部屋です。え、堀田くん座んないの。ホツコの部屋です。はい、はい、そういうの大丈夫です。はい、何人目、はい、3人目。3人目、はい、お名前とチーム名お願いします。重川とわです。重川とわくん。はい。シルクロードです。ああ、シルクロードね。東京都。シルクロードから。見てください。エンブレム。はい。背番号は17番。17番です。八王子から、はい、今回、飛び切り卒業記念大会来ていただきました。ありがとうございます。はい。では、とわくん、さっき、うん、ゲーム見てたんだけど、はい。まあ、この後ちょっと進路の話、うん、聞きますが、はい。いや、ちょっと過去に、はい、この F 玉、言っちゃったよ。過去に F 玉がいたんですよ。はい。はい。その選手を彷彿させるような、うん、ちょっと運びのところを見て、なるほど。一目惚れです、完全に。はいはい。で、連れてきちゃったと。連れてきました。はい。はい、3人目に選ばれました。3人目に選ばれました。おめでとうございます。でもね、非公式だからね、これ。そうです、これ非公式だから。うん、ただ、YouTube の方に移りますんで、はい、ぜひ登録お願いします。はい。言いましたね。いい子。
あの、ちょっと今パロッと言っちゃいましたけど、どちらの進路は、はい、FC 玉。あ、そう。FC 玉強いんだよね。FC 玉ね。また名前見ることになるね、じゃあね。そうだよ。飛田選手ってわかる？先輩で。FC 玉。わからない。まだわからんでしょう。何年生なの？今ね、もう、高校生になって、スーパーな子がいる、うん。じゃあもういないじゃん。すごいんですよ、これ、うん。代表選手で。あ、そう。はい。あ、知ってる？マジすごかった、その子。いや、その子もこうしたじゃん、すげえ姿勢。ポジションは左サイドハーフ。あー、なるほどね。いや、ストライカーに近いんじゃないかなって。いや、もっとだからオラオラしてると思ったの、プレー見たら、すげえみんな謙虚だね、びっくり、うん、あ、じゃあエグルタイプ。すごい、ぐんぐん入ってる。あ、そう、うん、で、柔らかいボールキャッチャーみたいな。なるほど。いや、俺に似てる、やっぱり。あ、似てる似てる似てる。あ、でも本人は三笘に憧れてるってえっホッタと三笘じゃもう大違いなんでね。ホッタだよね。ホッタにも憧れてるよね。三笘です。 ありがとうございますはい言わせてるやん、ね、じゃあ、あの、ちょうど今後ろ側で見てください。あの、シルクロードのチームメイトが君をどうにか笑わせようと一緒にいますが、あの、いい仲間ですよね。あの、いい仲間に恵まれたということで、はい、まあ、今回ね、この卒業記念ということで何度もやってますが、はい、ある方にお礼の気持ちをね、伝えたいということで、どなたに伝えますか、うん、コーチ。なんだなんだ、裏打ち合わせ。いや、何でもいい、何でもいい、コーチ。いっぱいいんの、そんな、うん、はい、誰コーチ、誰ですか。重川コーチ、重川コーチ、大阪コーチ、大阪コーチ、井上コーチ、服部コーチ、4名。今いる。あ、今日来てるね。あ、ちょうど今あの今日来てる4名のコーチにお世話になったと。思いの丈を。なるほど、ね。何年生からシルクロードに？3年生から。ということで、じゃあもうこの3年間、シルクロードでここまで伸びたというところで、なるほどね。ぜひ感謝の気持ち、はい。なんかエピソードある？なんかこんなことこんな機会じゃないと言えないからね。そうなんだ、うん。こんなシーンですごくこのコーチにこんなこと言われたから伸びたなとかっていう、ちょっと振り返るとあります？難しい。ドリブルの仕方を、あのドリブルかね。はいはいはい。あ、さっきシュートのさ話をちょっとしてたの、はい、なんかエピソードあるって言ったら、うん、シュートの打ち方とかって話もあったけど、はいはい、誰コーチにシュートの打ち方を教えられた？大阪コーチに。大阪コーチ。あの黒いマスクのね、ちょっとあの奥のね、あのこわもてな方、はい、あ、シュートの打ち方を教わったと。なるほどね。いいよね、こうやって地元のね、地元はここ八王子、うん、のクラブでこう育った子がいろんなものを吸収して次 FC 多摩で羽ばたくということで、うん、ぜひ次のステージも頑張ってください、はい、また会えるといいですね。最後にまた名前 と、チーム名ともう一度いいですか。重川とはです。はい、チーム名はシルクロード SC です。はい、はい、ありがとうございます。はい、では、今回何人目、堀田博士の独断偏見による、はい、ベスト8のメンバー、はい、4人目です。4人目ね、はい、半分です。はい、はい、連れてきました。見てください、この輝かしい水色のユニフォームといえば、チーム名どちらですか。浦和 FC です。はい、はい、じゃあお名前も一緒にどうぞ。花輪小太郎です。花輪小太郎です。26番かな、これ、はい、26番。 いやー、この子ね、うん、右サイドだよね、プレスよね、はい、うん、右サイドハーフ。はい、おい、完全にさっきのさ、まだ堀田君あのサイドハーフ系好きやね。いや、もう印象がすごいの、やっぱ8人制ってさ、ね、こう切り込むシーンがすごい、うん、えぐるの好きだよね。そうだね、多分俺がそのタイプだからかな、うん、右からえぐるタイプじゃん、だね、うん、さっきのね、こうね、左からえぐるタイプだったの。そうなんだよ、これで2枚、うん、あの噛み合わさったら多分すごいことになる。そうだね、うん、でこれ最後はオールスター的なね、完璧です、うん。うん。なるほど。いいね、いいね。ちょっとなんかあの、映像一回出てるっていうことだから。あ、二回目ね。出演2回目で。前回はなんか、ソンって撮っただけ？はい。ああ、それはあれだよ。はい、なんて言うんだっけ、それの。あ、もうエキストラみたいなもん、ね。エキストラですね。で、今回はもうあの、今回主演ですから。スポットですから。はい。小太郎くんに行きますから。はい、もう後ろがね、ギャラリーがやかましいんだ。そうなの？後ろが、イェーイ映すと、うん、イェイ。映すとね。うん、映すと。はい、ペラダ FC の、花輪小太郎くん、はい、4人目ということで、はい、まあ、今回卒業記念大会ということで、うん、ね、多分チームメイトとこれまでずっといろんなゲームをね、繰り広げてきたと思うんだけど、はい、ちょっとね、今コーチがね、
鼻血が出てる選手を応急処置してるんで。なるほど、いないんですね。そうなんですよ、うん、ぜひ、まあ、これまでねペラーダにいて感謝を、この気持ちを伝えてほしいなと思って今回動画を撮らせていただこうかなと思いました。どなたにその感謝の思いを伝えますか。例えばチームメイトに、その後ろにいるやかましいチームメイトでもいいし、うん、お家の方にも多分もちろん感謝もあるし、コーチの方にも、うん、誰でもいい。どなたにしますか。チームメイトで。おお、待って待って、コーチと保護者は違ったね。いや大丈夫だよ、うん、いいよね。あるんだけど、うん、やっぱね一番ね、中でもね。いや、コーチもチームメイトの一員です。あ、おお、すごい。太田くん、謝った方がいいかもしれない。俺たち圧倒されてる、ね、うん、俺たちちょっと、うん、甘かった。ここをね、カテゴライズするのはいけないと。どうも、本当すいませんでした。失礼しました。はい、じゃあでは、その感謝の思いを遠く離れたチームメイトに伝えてください。そうですね、うん、はい、遠く、今聞いてないんで。今聞いてないからさ、はい、恥ずかしいけども。そうだよね、こんな機会ないからな、はい、こんな機会ないよね、本当ね、うん、ぜひこの動画サポート助けてあげてよ、もったくん、はい。俺は緊張するんだから、結局一緒にサッカーしてくれてありがとうです、うん、ありがとう、いや、いや、ありがとうだよ。ちょっと一人来た、一人戻してよ。あ、鼻血対応してるね、うん、頑張った証拠ですから。はい、はい、まあ、この仲間たちとね、サッカーやれたっていうのは、一緒にサッカーしてくれてありがとうって素晴らしいね。今何歳ですか。12です。そうですよね、その言葉をね。今何歳ですか。32歳です。、はい、本当にいつもありがとう、ね、みんな。20歳違う、ありがとう、うん、来てくれて。はい、いやけど、こうやってストレートに思いを伝えるっていうのは。コーチの名前は、ちなみに、名前っていうか名字、誰コーチですか。あれは上野監督です。上野監督ね、今日来てるのね、はい、なるほど。いや、監督、上野監督もありがとうと。そうだよね、うん、チームメイトとしてね、はい、で、お母さんお父さんもありがとうと。もちろん、うん、はい、そうですよ、はい、この後どちらに進路は。そのまま、ジュニアユースのペラーダに上がります。ペラーダにね、はい、そのまま、アカデミーの方上がっていくってこと。なるほど。じゃあもちろんこのまま一緒にやるサッカーね、メンバーもいるということで。はい、なるほどね。ここからね、離れちゃう子もいると思うけど。そうだよね、サッカーでありがとうだね。はい、間違いない、うん、素晴らしい。見習いましょう、はい、大人の皆さん。いや、本当にいい選手と出会いました、ね、ぜひ。一発ギャグしたいらしい。やれんの。一発ギャグしたいらしい。したいやつがいる、したいやつがいるの。まあそうやね、や、最後ぐらいいいんじゃない。マジで行った方がいい。じゃあ、じゃあみんな来いよ。じゃあみんな、あ、みんな、皆さん、はい、もう映りたがりがいるんで。映りたがりがいるから、はい。じゃあみんなで囲んで、はい、最後チームメイトはこう当てられた時間は5秒しかないんで。5秒ね、はい、はい、はいよ、早く。3、2、1、はい。じゃんけんぽん、あっち向いてほい。はい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 、ご機嫌に、はいはい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。案外長かったから、はいはいはい、じゃあ、はい、じゃあ、ペラーダの子直してあげてんの、うん、直してあげてんの、なんかかっこよくな、どうした方がいい。はい、こんにちは。こんにちは。はい、本日飛び蹴り卒業記念大会ファイナルです。はい、2日目です。はい、では堀田博士の独断と偏見によるベストメンバー、何人目。5人目。あ、そうだよね、はい、うん、5人目です。5人目です。こちら東京都の、はい、高島平 SC さん、うん、はい、ちょっとユニフォーム見たくない。ユニフォーム見たい、はい、板橋区。はい、いいよ、寒いからいいよ、いいよ。一瞬見れたら十分、はい、ありがとうございます。じゃあちょっとこちらの、うん、インタビューということでさせていただくんですけど、お名前をカメラの方に向かってお願いします。鈴木雄大です。鈴木雄大くん、はい、雄大くん7番で高島平ですね。はい、今回選出したのもセンターバックです、はい、センターバックでね、あ、うん、ディフェンス初選出じゃないですか。そうなんです。昨日の4名はサイドハーフが多かったからね、はい、サイドハーフ、そうですね。いや、今回、うん、いい数センターバックを見つけたんですけど、うん、まあその一人、あ、本当、鈴木雄大選手、対人すげえ強いんだ。うん、すげえ強い。うん、カバーリングの。ちょっと後ろがあれだな。なんか目標としてる選手とか、なんかこんな選手みたいないる？日本代表の中とかさ、好きな選手。なるほどね。なるほどね。冷静なのよ。じゃあやっぱ海外行っちゃうのかな。海外に行こう、一緒に。どうですか。行ってみたい。はい。いいね。ちなみに行ってみたい。進路はどちらに。チ
川ガナーズ。おお、ガナーズさんなんだ。ガナーズさんですね。いいクラブ入りました、ね、いいクラブ入りますね。結構ね、それこそ、市川ガナーズさんはあれですか、ガナーズの由来はあれですからね、まずアーセナルから来てますから、ね、はいはいはい、はい、富安さん、そうなんだ、アーセナルですから、いいじゃないですか。いや、本当いい選手で。っていうことは、また会えれば、これもまた会えるね。まあ、また会うでしょう。うん、はい。雄大君の、ちょっと次のね、ステージ、追っかけられますね。覚えててください、この、はい、堀田です。この人の顔。はい。先ほどゴマすっといたんで、飛び切りちゃんと。で、あれでしょ、中学生になったらフォローし合いましょうって。そうそうそう。選手とね、フォロワーとフォローですごいいっぱい繋がってんの。そうなんです。で、なんでか知ってる？なんでか知ってる？そうやってやるの。将来、みんな有名な選手になった時に、フォローし合いたいんだって。うん、なんでいい声で言ってないじゃん。今さ、君たちがほら、仮に日本代表の選手になりますっていうことを、今ほら、この小学生年代とコーチがずっと繋がり続けてるイベントでね、うん、その子たち絶対日本代表になる子たちが出てくるから、まあ、その一人として、ね、そうだね。いい選手と出会いました、また、うん、この飛び入れ筋を決めて。で、ほら、感謝のシリーズはどなたに、高島平で6年間在籍されたことで、生粋の高島平っ子です。そうだね、はい、うん、ということで、まあほら、もちろんご家族の方もいて、うん、ね、チームメイトもさっき言ってたけどいて、コーチの方もいて、これが最後こういう大会というか、まあ大きな大会、はい、うん、まあ、最後ね、どなたになんか感謝を伝えたい気持ちありますか？マセコーチ。おお、マセコーチ、マセコーチね、はい、マセコーチ、マセコーチ、俺知ってる、やり取りしてるけど一回も会ったことない。あ、会ったことない、うん、マセコーチいるのね。あ、来てる、はい、あ、ほんと、じゃあ後で挨拶させてもらわないと、逆にちょっとマセコーチほら見てないから、うん、ちょっとカメラに、うん、まあ、一言どうぞ。僕は、はい、中盤からサッカーを始めたんですけど、うん、ディフェンスに転向したんです、6年差で、うん、6年生で転校して、うん、結構成長できたので。おー、6年生でディフェンスに転校したんだ、はい、で、それは何、マセコーチのアドバイスがあってみたいな。はー、で、ディフェンスで選出したんだもんね。そうなんですよ。ってことは結構効いてるじゃん。効いてるんだよ。はー、マセコーチの見る目、もともと中盤だったんだ。あー、けどね、中盤、まあ、11人制になったら本当中盤でボランチとかアンカーやから、うん、だから、うん、ゲーム全体的に見れるんだろうね、うん、きっとね。ただセンターバックっていうところで言ったら、うん、めちゃめちゃ冷静なカバーリングがあって、だからフィジカルもあるんでしょ、うん、見てて安心するから、俺も多分後ろ置くなと思う。なるほど、マセコーチとちょっと合うなと思う。はいはいはい、うん、はいはいはい、それでマセコーチの手柄取んないでもらっていいか。関係ないからね、この人ね。いやけど、鈴木雄大選手、次のステージ頑張ってください。はい、ありがとうございます。また会いましょう、また会いましょうね。それで最後写真撮るからね。はい、やってきました。はい、アロハー。はい、始まります。ガンガン滑ってるやん。何人目？はい、6人目。え、嘘。なんでよ。あ、6人目だ、OK。はい。はい、おめでとうございます。飛び蹴り卒業記念大会の、はい、堀田博の独断と偏見の、ね、テストメンバー、8名を今選出してます。うん。ね、400、500名近い中からの8名よ。そこそこすごいよ。そこそこすごいよね。すごいよ、500名いる中のね、うん、そうだよ、今のさ、ベスト、ね、4をかけたゲーム。はい、じゃあ名前とチーム名教えてください。時間完全に切られてる。うしーボーダの武田ひかるです。武田ひかるくん、はい、武田ひかる、30番だっけ。はい、30です。かっこいいユニフォーム。はい、彼なんと、はい、まあ、フォワードなんですよ、うん、俺知ってるよ。なんで5年生でしょ。なんですよ、ちょっとしたプチ情報それ言いながらなしだろ。はいはい、すいません。そうなんです、うん、で、ポルタのちょっとお話、うん、今回の卒業記念大会のところで、はい、まあ、彼を一人だけここに連れてきたんです。選手ってみんな来たかったんだけど、はい、ポルタの、うんうん、ポルタの6年生って今何名ですか？1名です。そうなんです。なるほど。6年生は1人です。はい。で、今回、まあ、彼がこう、ね、ゲームの、ね、うん、こう得点源というところで、うん、その6年生の何くんだっけ。矢島レオくんです。矢島レオ君にね、はい、まあ、この卒業記念大会を通して、まあ、感謝の思いを伝えたいっていう。なるほど。ちょっと結構感動的なエピソード、ね、だから一人だけ卒業するってことだ。なるほどね。で、その矢島レオ君ポジションどこでしたっけ。キーパーです。ああ、なるほど、ね、じゃあ君は攻めて、ね、彼は守ってと。そうです。役割があるんですね。後輩たちよ、俺が守るからやってこいと、はい、いいよね。なるほど、はい、っていうところで、まあ、彼は本当に左利き。はい、左です。うーん、ボール
がね、どっちも持つんだ。なんかあ、そう、ポルタの選手、そういう上手い選手多いからね。ポルタの選手、すごい多いんだよね。海外行ったことある？あります。あ、もうありそうやもん。なんかね、自信がある。どこ行ってたんですか？スペインです。スペインね。最近。あ、最近。あ、この間の遠征だ。はい、なんかで見たよ。あれだ、TikTok。あ、TikTok 行ったんだ。あ、へぇ、はいはい。そうなんだよ。じゃあもう本当に。またスペインでも会うかもね。まあ、日本を代表する選手になってもらいたいね。うん、間違いない。はい、まあ、ちょっと今回、あの、普段ね、6年生あの選出して、監督さんとかに、エピソードだけど、今回今怪しかったよ。ちょっとね、花粉がね、すぐ噛むの、この花粉がちょっとすごいからね。監督ではなく、はい、ね、まあ、監督ももちろんね、感謝してますが、はい、まずはこの一人の矢島レオ君にね、はい、ちょっと感謝の思いをぜひメッセージ、画面を通じて伝えてください。レオはいつもそのゴールを守ってくれて嬉しかったし、うん、その守ってもらった時にしっかりとキックをして繋いでパスをしてくれたので、それをもっとギナユースに上がってもやってほしいなと思います。うん、なるほど。っていう語彙力、ね、語彙力高いな。考えてたの？考えた。考えてる。おお、アドリブだって。アドリブだけ出る。レオくんね、ちょっと後でレオくんにも会いたいなと思いますが。キーパーなんだね。ね、はい。まずはもう一度チーム名とお名前を伝えて。FC ボルダの武田光です。武田光選手、はい、いい選手とまた出会いました。うん。500名のうちのベストメンバーです。はい。また会いましょう。また会いましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。最後の写真をね、はい、ちょっと待ってね。これまた緊張するの？はい、はい、では、飛び蹴りフェスティバル卒業記念大会、私堀田博士の独断と偏見によるベストメンバー、うん、はい、すいません、花粉もだいぶ落ち着いた時にマスク外します。うん、何人目？7人目です。おめでとうございます。なんだか分かってません、まだ。なんだか分かってません。はい、まあ、現状もう500名近くの選手の中で、うん、あなたのプレーに、私、惚れ込みまして、呼ばせていただきました。500名近くの8名です。500分の8です。ね、すごいね。じゃあ、お名前とチーム名を。FC キロンガの10番の中塩吉平です。はい、はい、キペイ君です。中塩吉平君、10番ですね。はい、キロンガ、はい、僕がてっきり6年生だと思ってたら、5年生だということです。なるほど、はい、期待のホープだ、またね。なんかキロンガの子、6年生何人ぐらい行ってる？5年生が2人いて、うん、それ以外全員6年生。あ、じゃあ何、あ、じゃあもう1人いるだけ、5年生。へえ。だからさ、あの、もう6年生の風格があったわけよ、オーラが、試合中も、うん、じゃあ6年生には本当にね、最後か、こういう合宿は。はい、最後。 あそこにいるの6年生、みんな全員の、ごめんなさい、手挙げて。1人5年生いる。また来年も会えるといいね。ね、うん、あの、まあ、これに関してはね、6年生をっていうところではなく、本当にベストのメンバーを私の方で選ぶ、うん、たまたま5年生でした。そうです。で、ポジションは、ポジショントップです。トップです。なんだ、今日はサイドやってたよね。あ、そう、またサイド選んできたの。違う、これは違う。どっちサイド？右です。右ね、うん、右サイド2人選出しちゃってんじゃない。いや違うよ、まあ関係ないもんね。そうそうそう、あのね、もう本当縦横無尽にやってるプレー。なるほど。じゃあちょっと今回呼ばせていただく、もちろんプレーのところはもちろんそうなんですけど、最後6年生ちょうどあそこにいるから、すごい雨降ってきてる。すごい雨降ってきてない？えとか。はい、じゃあラスト、はい、今いるあそこにいる6年生が、いると思いますが、まあいろんな方に感謝の気持ちを、まあ、6年生でもいいです、お家の方でも、コーチの方でもいいです。コーチの方見てないかな、うん、見てないかな。誰に、はい、どなたに伝えたいですか、この感謝の気持ちを。誰でもいいんだよ。一緒にサッカーしてくれた、一緒にサッカーしてくれた、みんなにお願いします。素晴らしいね。なんて人ができてる。じゃあこの画面に最後思い伝えてください。大きい声でいきましょう。一緒にサッカーをしてくれてありがとうございました。はい、ありがとうございました。聞こえた？聞こえた？はい、はい、最高だな、ピッペ。どう聞いて？嬉しかったです。嬉しかったです。いや、もういいですね。素晴らしい、うん、FC キロンが最高のチームメイトに恵まれましたね、はいはい、一緒にサッカーできて嬉しかったと。そうですよ、素晴らしい ね。また次のね、まだ6年生ということで次1年ありますから、ね、今回
嬉しい機能が。今日何位だったの今回。6位。じゃあ次は1位目指して。それは当然でしょう。はい、来年もお願いします。お願いします。あ、やった。ありがとうございます。では写真撮影の方に写真撮るよ。もう回してますよ。はい、トビーエリーフェスティバル卒業記念大会、堀田博史の独断と偏見によるベスト8メンバー、はい、ラスト8人目。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。500名近く。まあまあ、まあ、慌てないで座ってください。あ、すいません。すいません。ラストだよ。ラストね。ちょっとで感動が長かったね。はい。うん、はい、それで今回500名近く、28チームの中で大体500名近くの選手だから、はい、うん、私堀田博史と申します。はい。ね、今回飛び蹴りの方で選ばせていただきました。非公式ですが、私の完全にもうずっとグラウンドを見てた中で。パッと見てもう一目ぼれ。でも500分の8だから結構すごいですよ、うん、やっぱ ね、雰囲気とかオーラとかね、もちろんプレーも含め、はい、いいなと思いました。ぜひチーム名とお名前とね。市川ママ DSC の松塚飛翔です。松塚飛翔君。今までで一番声でかいかもしれない。あ、確かに、うん、なんか緊張してる。ない。結構ね、みんな緊張して声小さいんだけど、うんうん、割とでかくていい。ちょっとプロ向きじゃない？ちょっともうプロ向き、ね、大事ですよ、うんうん、ね、胸張って。でもここに声だけでかい人もいるから。そうそうそう。で、それでプロに、なれなかった人もいるから、うんうん、声だけでかいだけ。どちらもやっぱ高めてこうプレーはね、はい、運じゃないの。ポジションはどのあたりを、はい、今ディフェンス。今ディフェンス。あの今は高島平の、はい、先ほどあの優秀選手選ばせていただいた選手の、うんうん、これ2センター組んだら絶対強い。あ、さっき言ってたこのね、まあ、絶対ダブルね、富安を、ね、うん、すごく理想としているの、はいはいはい、とじゃこの師匠君多分組んだらそうそう崩れない、はい、なるほど、結構安定してる。であの見ての通り、うん、これだけしっかりハキハキと喋るし、はい、対人能力もそうだし、うん、まあ、やっぱこう空中戦も含めそんなに負けなくない。まあ、え、何今ディフェンスやってるんだけど、もともと違かった。いや、中学校からは中盤をやろうと。ああ、そういうことね。これからどちらへ。ウィングスでやります。はい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 。またこれもまた合いますね。はい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 、はい、ウィングスはね、はい、合うね。千葉県のね。まあ来年というか今年合うんじゃないもうなんか。まあ、そうですね。4月からですからね、うん、はい、いやもうあのウィングスの方で中盤にチャレンジしたいというところで、はい、うーん、面白いね、楽しみ。ちなみにね、さっきの高島平の子はガナズだったよね。ガナズです、うん、肉ってどっかであるかもね。うん、対戦ありだね、多分ね、はい、うん、またあのこの飛び蹴りを最後選んでいただいて本当に我々としてはすごく感謝なので、うん、またどっかで会うでしょうね、はい、ジュニアユースの年代も多分間違いなく会うね、はい、では最後に8人目ということで最後締めてみましょう。こういう元気な子だから、うん、やっぱいい形で締めてくれると思うんで、ね、そうですね、うん、うん、はい、プレッシャーやな。この画面を通して今、はい、選手の皆さんいないしね、コーチの方もいないですが、最後卒業記念ですから、どなたにこの感謝の思いを伝えたいですか。はい、今まで支えてくれた、はい、親の保護者、はい、初めてじゃん。俺もパパだから分かるけど、うん、悲しくなってくる。今まで、うん、あのコーチにお礼言いたいとか、そうだね、友達選手にお礼言いたいって人いたけど、保護者に言いたいは初めてだね。うちの方にね、そうだよね、うん、生まれてるからね。じゃあ保護者にお礼お願いします。お父さんお母さんに、はいはい、いつもどんな時も応援してくれてありがとうございました。中学校になっても応援よろしくお願いします。お願いします。できた息子やな。できた息子やね、パパママ何。でもやっぱりさ、センターバックってさ、そういう、ね、いね、人間性も兼ね備えないといい選手じゃないじゃないですか、うん、吉田麻也選手もさ、そうだけど、人のためにとかさ、ね、感謝の気持ちを持っててワールドカップでもやってたけど、全体見れないとやっぱりね、ダメですからね。僕がね、フォワードばっかりだからもう前しか見てないから、そうそうそう、ゴールしか見えないらしいんで。そんな言葉出ないよ。そんな言葉。何歳ですか。12歳。中身30歳ぐらい で何歳ですか。32歳です。前しか突っ走ってない。32歳です。恥ずかしい。ちょっと立ち止まりましょう。いや、素晴らしい選手で最後8人目いただきました。うん、ありがとうございます。これで飛び蹴りフェスティバル卒業記念大会ベスト8の8人のメンバー選出させていただきました。ぜひ皆さんこちらチャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。では最後、塩君締めましょうか。ありがとう、はい、バイバーイ。待って、でもね、握手してない。握手もう握手したい、はい、いいよ。じゃあ、おうちの人、ちゃんと見てください。塩君がこんなに大きくなって育っていきます。はい、はい、じゃあ、見込みで、はい、はい、はい、ありがとう。